距離を取らされるとは思いませんでした。お話を聞いているうちにちょっと内容を変えてしまいました。私の言いたいことは、西村新聞にほとんど言いつけられましたし、戦闘機の国産化に至っては玉上君に言われるとは私は予想もしておりませんでした。彼は私のようなパイロットを撃ち落とすペトリオットの親分でありました。私と彼はどちらかというと水と油だったんです。どうしても信用できないんです。実戦の時には必ず玉川がお前は俺を落とすだろう自信持って、勤務をしておったのであります。F-35 国産のステル戦闘機ぜひ作るべきだと思います。今日ここで痛感するのはやめて、体感してですね、沖縄でクビになって、17年になるんですが、ちょうどこの主権問題ですね、これも小森先生、現役時代からいろいろご指導を受けていました小森先生、伊集院先生に引っ張り出されて、そしてもう一つこのですね、拉致被害者の問題、ちょうどここであったんです。で最初の会合でですね、桜井よし子さんが司会をされて、あら、佐藤さん肩書きが軍事ジャーナリストになってますわよって言って、何かしらそれが軍事評論家に勝手になっちゃったんで、最近は名刺にも印刷をしておりますが、あの時からですね、16、17年なんですね。全国のご家族の皆さんもですね、そちらにおられましたけれども、横田さんのご夫妻が何にも変わってないんですね。1000万人の署名ですか、まあ、当たり前ですね、1億欲しいぐらいですが、それがですね、まだ変わってない。そして憲法に至ってはですね、私の高校の先輩の柔道部のですね、山崎拓とかにいましたから、お前辞めたからなんかいろいろ雑誌に書いとるかというので、先輩、私は30年間航空自衛隊の戦闘機に乗ってきてよくわかりました、全ての障害になっているのは憲法です、諸悪の根源です、憲法に変えてください、必ずやるからお前も吠え続けろって、ちょろちょろ吠えてるんですが、彼はその後憲法に耐えたりしないで女に耐えたりしちゃって、それで自滅しちゃったんですよ。だからこれは情けない。なぜ憲法かというんです。何かがお気づきのようでしたけども、憲法はですね、公選権を否定してるんですよ。公選権を否定した自主独立国家ってあるんでしょうか。私は知らないですね。その中で自衛隊というのがある。防衛大学校に入った時、いずれ我々の青年将校になった時には、再軍備がされて憲法も変えられて真っ当な国になると期待して入りましたが、57歳で肩を叩かれて、勝てない国にならば出来損ないだからお払い箱になった。その頃考えてみるとどんどん悪くなってる、悪くなってるだけですよ。それで全ての縛りは憲法で皆さんに入れてきた。国家というのは何度も申し上げてきましたが、国民ですね、国民を守る、領土を守る、そして主権を守る、そういう特別のですね、排他的な権力を持った組織を国家というと否定されてるはずなんです。私の生まれた樺太でさえも西村新聞議員がやっと入れてくれました。北方領土というと4つの島しか考えないのが日本人です。そうじゃないんです。守らねばならないことは国民と領土と主権、簡単に言うとこれでもって国家を守るということなんですが、今までの歴代政権は何をしてきたか。してきたんです国は守らないで自分の選挙区と票だけ守ってきた。私は最後に沖縄で気になりましたが、あそこに尖閣にですね、共産党に負けて逃げ込んできた敗残兵の紹介石というのがいました。石は石でも大理石よりもクズ石ですが、これがその国民党の軍隊の空軍の OB が尖閣に乗り込んで占領するという意味です。今までは11艦空がやってましたが、いよいよ私の出番だというので、戦闘機にタンクを3つつけてミサイル機関砲をつけて限界態勢を10日間敷きました。そしたら何ですか、武器を使うなとか手を出すなってどこから言ってきたと思いますか。台湾政府じゃない、北京政府でもない、日本政府から言われたんです。最高指揮官から。こんな国がありますか。でも私はそれをやりました。お前は過激だと言われた。もともと過激な人間をそこに
赴任させた人間が人事上の大失態でしょうか。私は平気で、しかしですね、皆さん、今だから言いますが、私は全て諜報機である。そうでしょ、公選権は否定されてます。そうだ、向こうからまあ来るわけじゃないけれども、すごいあたりに来て何かやらかした時に、私の部下はこれに几帳面にきちんと対応するんです。しかし専守防衛とかなんとか言われてますから、撃たれたら撃ち返すと言いますが、時速800キロから1000キロで飛んでる人間がそんな六法全書を読んでる暇はないわけです。直ちに瞬間的に反応するように鍛えられ鍛えてきたんです。田の神にはちょっと余裕がありますが、理性を働かせる暇はありますが、我々上空でヘルメットかぶってない理性なんて関係ない、直ちに動物的に反応する。だから撃墜の山を譲ると言っとったんです。そしてその責任は誰が取るか、私が取ればいいでしょ。そしたら北京に送られますか、シベリア送りになりますか、沖縄県警が取り締まりに来ますか。前例があります。諜報機は弾火事件の時に最高指揮官である福田さんがその前例を知ってますから、私もそれで政府が出してくれるだろう、うまくいくと1億円ぐらいお金積んでですね、出してくれたらなって思いながらいました。唯一の心配はその時第一撃で撃墜されたパイロットが死んだ前に、戦死した前に、この政府がきちんと靖国神社にお祭りしてくれるかどうか、ご遺族に対してどのくらいのことか、自分たちがかけていた掛け金の生命保険金だけで生活させるようなってことをしたこの国には私は負けてでも出てきてやろうちょっと三角帯つけるのは難しいんですが、両面テープでつけて出てきますそのくらい現場では真剣深刻にやってるんですが、やっとここまで来ましたなどというですね、いじり、入江、小堀先生が3人集まって、なんとか独立をということで立ち上げたこの会合の場で、やっとここまで立ち至りましたなどという私の話を聞くば、耐え方が、私は戦闘機乗りですから、時速1000キロ飛んでますから、そんなものをした壁の向きじゃダメなんだ。これ見てください、横田さん、ご夫妻、もう本当に限界に来たら、精神的にガバッとなるでしょ。これまだ末期ですか。大阪でこういう試験会の講演会に行かれた時に、私の前に挨拶した衆議院議員が西村さんじゃありませんか。今日は皆様お招きいただいてありがとう、第5回おめでとうございますと言ったんですよ。憲法を改正しようという集まりが第5回を迎えたからおめでとう。だから私はその次に出て、こういう会合は5回もやってる必要はない、来年の6回でやめるべきだ、20回30回おめでとうございますとバッジをつけた男がここでいるのかって言ったら、その通りと後ろから騒いだのが西村慎吾さんですでその次がさっき書いた、だからこの会議はいつまでもやってるんじゃない。ただしですよ、最後に言わせていただきたいのは、お三方の尊敬する老先生が、老大弁って言ったら失礼ですが、老先生方が本当に手弁当で頑張っておられた。やっと両陛下ご臨席の下で政府主催の会合が開かれた、この式典が開かれたこの日にですね、大変僭越ですが、高いところからでありますが、私はお三方とこれを支援してきたグループに対してですね、心から尊敬の念と拍手を送りたいと思います。達成されておりませんから、来年のこの日、政府が本当に真面目にやるかしっかりと監視しなければいけない。あそこにある共産コロンなんとか書いてあります。昔の名前で出ているような政党だったりか、ここに新自由民主党となって、国政をしっかり真っ当な日本国のあるべき姿に戻してもらいたいと思います。オーバーしました。